川藤、大炎上。7月9日に阪神甲子園球場で開催された阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの12回戦。ヤクルトが1点リードで迎えた6回表の攻撃、4番の村上宗隆を打席に迎えたところで、実況を務めた読売テレビ大野明義アナウンサーが、私もキャンプの時に話したんですが、変化球を使いたいと話していたんですが、川藤さん、今シーズンは才木の変化球はどうですか？6回まで1失点に抑えていた、阪神のエース、才木の好投ぶりを視聴者に伝えたかったのだろう。この日の解説者として席に着いた、阪神 OB の川藤構造陣に意見を求めたのだ。すると、そんなもん言わしたらな、わしがとやかく言うもんじゃない。みんなが認めてるピッチャーや、みんなが認めているものを、わしがとやかく言うのか？いえ、そやろが、はい。そしたら、E1 でええやろうが、もっとまともなことを聞け。試合の真っ最中にこっぴどく叱られてしまった大野アナは、失礼しました。ここで4番の村上いい、と意気消沈しつつも、気持ちを切り替えて実況再開したのだった。技術的なこと聞くなよ。昔ながらの川藤節やないか。何でもかんでも炎上案件にするな。X 見てきたら、阪神ファンは結構擁護してたわ。こんな奴が、関西ではもてはやされてるんだ。この日の川藤はあの日かと思うほど、ずっとイライラしてたな。精神論だけ俺に聞けってことやな。細かいことは赤星に聞けよと。そのために赤星つけてるんやろうから。川藤で炎上するわけない。嘘つくな。川藤、お前と野球見るの息苦しいよ。飲め、食え、以外話せない、おっちゃんを解説席に呼ぶな。日テレだけしか川藤なんて呼んでない。老化って、体よりもまず脳から来るよな。老化老化言うけど昔からこうやぞ。むしろ全く時代に流されてない。めんどくせえじじいだな。今さら川藤に切れるやつのにわかかん。